さて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 、旭川市街地を通り抜け、この後はピップ町へ向かう予定です。で、旭川門別道を通って総運橋へ行く予定です。そしてその最中にも、どうやらまだインタビューが残ってるみたいです。これニコニコをやってた方わかると思うんですけども、結構その当時にゆかりさん結構使ってる人いたじゃないですか。なのでルミナスダイアリーにもボイスロイド使おうと思ったんですよ。でも最大の問題です。ゆずきゆかりを使うとルミがゆずきゆかりになる。これ大事な問題です。なので使うのやめたんです。もうね、ボイスロイドイコールゆかりさんとかになっちゃってるわけよ。あー、これね、一番推しっていうよりもハマってるっていうのはね、ギバラ。プラグ&プレイの配信の時に、あの、リアクション?なんだろう。隠さないリアクションがね、好きだった。好きだった。そうそうそう。ルミナスタジオの一番いいディスコードサーバーではね、こういう風にね、企画を立ててね、ちょっとコンテンツの制作を、予定を、計画を進めるっていうことをやってます。その通りです。新キャラクターの企画立てております。予定としてはね、今のプロジェクトを終わらせた後の夏っていう風に予定をしております。新キャラですよ、ついに。5人目ですよ、5人目。具体的にはね、簡単に一言で言うと、第三世代シャボン玉娘です。で、初めてルミナスタジオで、動物の耳がついたキャラになると思います。何になるのかっていうとね、一応ね、ベースはね、キタキツネ、まあ、北海道だからね、と、俺たちよく考えたら、北海道の VTuber なのに、北海道の特徴なんもないんだよね。まあ、衰退傾向っていうとちょっと、語弊があるとは思うんですけどもね。ただ、動画を投稿するっていう文化が、ある一定の年齢層でちょっと変わってきてるっていうのは感じております。なので、この、ライブストリーミングを見て、時間を、消費するという方のために、俺もライブストリーミングをちょっと今積極的にやってるんですね。うん。これね、まあ、去年、何度かいろいろ、ね、ボイチェンを使って動画を作ってきたっていうのを見てる方ならわかると思うんですけども、一言で言う、めんどくさい。あれさ、よく、ね、ボイチェン使ってる方、積極的になんかいろいろとセットアップできるよね。あとさ、俺の元の声がものすごく低いっていうのもあるんだよ。ただ、一応、誤解なき言うと、できるならやりたい。できるならやりたい。なので、今後、ね、AI だとか、ね、機械学習だとか、そういうものがね、一般に降りてきたら、あり得るでしょう。多分。また出たよ、この話。どれだけやばいのかっていうと、ほら、シャボン玉が性癖っていう時点でもやばいとは思うんですけども、どうでしょうね。まあ、シャボン玉に何かを加えるっていうのが結構好きなタイプなんですよ。例えば、まあ前回も言ったように、シャボン玉プラスですとか、シャボン玉プラスですとか、シャボン玉プラス、ですとか、あと、それさ、どちらかというと、宣伝ですよね。まあでもスケブをね、前日初めて使ってみたんですよ。あれすっげー楽ですね。まあ
ちゃんとした企画というわけではなくて、個人的に出すんだったら、あれ、いいコミッション、仲介サービスだと思いますよ。皆さんも、ね、使ってみましょう。自分の性癖をね、さらけ出すために。ないね。ないね。だからさっきも言ったように、その、組み合わせですよね。ドン玉プラス、何かを合わせる。ただ、その近いものとしては、俺はね、だとか、だとか、そういうところだね。ノーマルは絶対にない。俺は。まずないね。いや、散々、いろんなことを、いろんなシャボン玉関係の質問されましたけども、なんとかね、質問を受けている最中に到着いたしました。早雲峡編でございます。で、今回泊まるのは、その温泉街の入り口にある、こちら、早雲峡観光ホテルでございます。詳しい内容はね、この後の、次の回の一番いいバーチャル YouTuber でご紹介いたしますが、泊まりましょう、まずは。すげえ真面目な質問になってきた。そうですね。これから YouTuber、バーチャル YouTuber を始める方なんですけども、一番大事にしておきたいのは、マイクだと思います。一応ね、その VTuber に関しては、ウェブカメラがあれば、こういった 3D ソリューションは実は揃うんですけども、音声に関しては結構気を配った方がいいと思います。なので、いろんなマイクのレビューとかそういうのをちょっとよく見てみるといいと思います。3D も、まあ、あった方がいいかな、多分。はい。では、これで、すべての質問が終わって、早雲峡観光ホテルへ到着いたしました。ここから、ルミナススタジオの早雲峡シリーズ第4弾が始まるわけですね。今日は、この後は、早雲峡観光ホテルの、コンテンツ紹介、まあ、宿泊レポをさせていただいて、2日目に、ルミナスダイヤリーシリーズと、一番いいバーチャル YouTuber のその次の話があるわけです。お楽しみに。